で、私たちが能楽師を志したのは、まあ、10代始まりなんですけども、これで生活ができるとか、お金が儲かるとか、そういう発想じゃないんですね。気がついてみたら、まあ、こういう社会的な地位とか、まあ、収入の問題でも、なんとか人一倍になったというだけのことでね。今の若い人ってまた申し訳ないけども、何かこう、そろばんを弾いてね、この仕事なら儲かるとか、名が売れるとかね。ものづくりと言いましょうかね、孤独ですよね。そうですね。ですけど、いい孤独だと思うんですよね。やっぱり向き合って、そこにこう、それぞれの価値観とか喜びとか別々ですけど、別ですけれども、そこにこう、自己と向き合ったときに、まあ、本当に仏教とか宗教、宗教と同じですね。そうですね。自分は何のために生まれて、どこに向かっていくのか。そうですよね。お金ではないっていうふうには思いますけどね。そういうなんか答えの出ない永遠のテーマというのが能のね、一番あれですね、森羅万象と申しましょうかね、全ての自然のものが視点になるわけなんですね。能は人間だけじゃないんですね。動物も視点になる、植物も視点になる、それこそ石まで視点になるという、主人公になるという、そういう人間を取り巻く大自然ですね、それが全て能のテーマであると。ですから、素晴らしい、なんて言うんでしょうね、それはもう国を超えて同じなんでしょうね。まあ、ヨーロッパの演劇人などは演劇の表現自体はもちろん違いますけども、そこに流れている何を求めるかとか、そういうところで能の素晴らしさというかね、斬新なところを見抜いてる人がいますよね。そうですね。今日はわざわざお写真の方をねお持ちいただいたので、まあ、1枚ずつちょっと拝見させていただいて、これが全てこれ私が舞台 の、写真なんですけど、これ源氏供養と申しましてね、でこれは3番目もの、ね、かずらものと、かずらものというのはかずらというこう髪の毛ありますね、かずら黒いね、かずらを言う時にはこのかずらもの、そのかずらなんですね。はい、分かりました。でそのこれは曲目によりまして全て表も肖像も全部違ってくるというね、代表的な3番目ものですけどもね。3番目もはい、はい、すみません。これは巴と申しますね。これは巴御前、巴御前が視点になるね。似てますけど、みんなこの表の種類が違いますね。違いますね。でこのカラオレご覧になると蝶があったり、でいろんなこう斬新な柄が多いですよね。そうですね。素晴らしいですね。またこれがこれがこの桂大海というね、ここにあるちょっとお待ちください。この大海を使った、はい、同じものです。桂大海と申します。これは桂物の3番目 の時使う、でこれが表で、これが裏と、ね、それはそれぞれ250曲あれば250通りの名装束があるという、すごいですね。あとこれは一攫千人というね、一攫千人、鹿の角、鹿の体内で育ったという、そういう伝説があるんですね。一攫千人という角が一攫、千人なんですね。山奥に住んでて、でも本当に300年400年生きてるという、そういう千人、これはテーマの曲なんですけどもね、あとこれは鴨と申しましてね、鴨神社って京都にございますよね、でこれは神様を持つ兵なんですけどね、まあ、それぞれいろんな曲がありますけどもね、で今日お持ちした表をね、ちょっとご覧いただきましょう、貴重なものですね、本当にこれはね、ちょっと見るとびっくりしますよ。これはあやかしと申しましてね、これは能の船弁慶という曲がございます、私今度10月の20日自分の会で船弁慶という曲をやるんですけども、先ほど の若女と、それが前時点で後時点がこの霊のあやかし、霊って幽霊ですね、友盛の幽霊、友盛の幽霊の役に使う、でこれだけ見ただけでもちょっとなんか不気味な感じしますね、でこれが黒いこう頭などを つけますとね、よりリアルになるわけですね。そうですね。いろんなこう
もの、大道具小道具を持つことによって、あの能面がどんどん生きてくるという。もう本当にあの時代のこう経年がもう脈々と重なってるって感じがいたしますね。特殊の表ですね、これはね。そうですね。この金色も、うん、もうずっとそのまんまで塗りの重ねはなくです。そうですね、時代を経てこうなるというようなね、はい、そうですか、素晴らしいですね。あとこれが申し上げた350年前のね、うん、表というのを、うん、これは大べしみというね、はい、天狗の役に使う表なんですね。ちょっと大きい、大きいですね。ご覧になるとこれやはり時代を経てますから、いろいろこう、うん、油地味とか言いましょうか ね、 そうね、出てきたり、なんかあと人間っぽいっていうか、はい、割れてきたりしますよね、うんうん、やはりこう冷房暖房のところであの管理してますのでね、保管してますから、その具合で表面があの剥げてきたり、ね、割れてきたりね。で裏もこれ、もうすごいですね。でもこれは350年前のあの作なんですけども、これは長い間にね、あの何人の演者がこれを使ってやってきたかと、そういうね、うん、思いを馳せるだけでも楽しいですよね、うん、それはそうですね。直接顔にお顔の方にこう寄せてるわけですから、はい、まあ吐息っていうか、まあ息ですよね、うん、それもで裏とかこういうところにその時代の演者の汗が、汗じみがね実際にあると、ね、現役で、はい、でこれもやはりこうあと100年持つか200年持つか分かりませんけど、うんうんうん、後世に伝えていくというね。そうですね、伝承ですからね、手から手に伝えていかないとね、絶えてしまうという。そうですね、はい、そうですね、まさにそうですね、うん、まあ、いろんな時代をこう300年間そうですね、14年こう見てきたわけですね。すごい、あの先ほどおっしゃってたことがとてもよく分かりますね、はい、ものではないですね、道具なんですね、あのあくまでも舞台で使われてこそ能面といって、うんうん、あの今実際に能面師と申しましてね、あの能面を打ってる本当のプロというのは全国で20人いるかいないか、本当に能面師と言われる、うん、まあ、趣味でカルチャースクールなどで、あの能面を打ってる人はそれこそ20万も30万も、うん、いると思いますけどもね、うん、